会計士税理士の白岩です。静岡市で会計事務所の代表を務めております。今回はこれから企業独立しようという方へ向けてのメッセージをお話ししたいと思いますが、内容としては名刺はきちんと保管してくださいということです。名刺をきちんと保管してリスト化してくださいということをお話ししたいと思います。私が独立しての2013年1月ですので、今から約3年ほど前になりますが、独立直後は1ヶ月に100人の人と会おうと思って、いろんなところで新しい方とお会いしました。交流会とか勉強会集まりがあればなるべく顔を出していろんな方とご挨拶をしてします。で、当然会った時には名刺交換をするんですが、名刺交換した後にはですね、きちんとファイルをしております。例えばこれが一例ですけども、100円ショップでこのような名刺のファイルを買ってきて、そこに時系列順に名刺を入れております。で、そのようにして場所を決める、住所を決めますね。名刺の住所を決めます。今だとこれだと3000何番になりますけども、この名刺は何番というのを決めます。で、それを決めたらですね、今私は Excel に起こしています。Excel に、お名前、会社名、住所、電話番号、メールアドレスなどを、入力して検索しやすいようにしています。あとはこのリストをですね、時間の時にパラパラパラっとめくって記憶を呼び戻す。やはり、一度会っただけでは忘れてしまいますし、何回も何回も見て、あの時あんな話をしたな、ああいう顔をしていて、ああいう外見だったなということをよく思い出して自分の記憶を強化するようにしています。で、そういう方と次回会った時にはですね、あ、鈴木さんっていうのはパンって出るように心がけています。そうすると言われた方は、すごい名前覚えてくれてるんだっていうような感動を与えることができて、それがお仕事につながるケースが多いですので、そのような工夫をしております。ですので、これから企業独立されようとする方、いろんな方とお会いすると思いますけども、きちんと名刺は保管していっていただいて、100円ショップでファイル買うだけですからね。で、それで名刺もちゃんと差し込んで保管して、データベースも作っていただきたいなと思います。そうすることがあなたのビジネスの成功に近づくと思いますので、ぜひ実践していただければと思います。